はい、くてまるどうも、れーまるです。れーまるのユニアの総課金額を暴露しちゃいますのコーナーです。イエーイ。はい、ということで、いよいよ皆様お待たせいたしました。その前にね、ちょっとね、タピオカをね、購入したので、ちょっとね、タピオカを飲みながらね、やっていきたいと思います。せーの、ユニタピ。ハッピーバースデー。ほぼ毎日ログインしてまして、まあこの前ね 1.5 周年のイベントもありまして、約1年半ね、まあずっとユニゾンエアやらせてもらってて、まあ動画もね投稿したり配信者として、まあいろいろやってるわけですけども、一体ね、丸がどれぐらい課金したのかっていうのを皆さんね、まあ知りたいと思います、正直。僕も早く喋りたい。うん。2020年の6月24日に、まあ課金額20万円突破っていう動画をね、出してるんですよ。そっからまあ約1年ぐらい経つのかな。どれぐらいね、まあ課金したかっていうのと、まあそれに伴ってね、まあいろいろガチャも引いてるので、ボックスの紹介も兼ねてね、やりたいなと思います。で、課金額については動画の最後に言いますので、っていうのはね、まあ嘘で、初めにね、もう課金額言っちゃいます。レイマルのユニゾンエアの総額は、なんと、88万7800円でございます。はい。で、これがね、正直、多いか少ないかどうか、わからないですね。まあ、おそらく、まあ、多いんでしょうね。うん、まあ、一般的、まあ、何が一般とかわかんないけど、AD イベント走ったりとかもしてるし、普通がわかんないけどね、普通がどれぐらいかわかんないけど、まあ、課金してる人の中では、まあ、中間よりも、ちょっと上かなとは思ってるんですけど、もちろんね、もっともっと課金してる方もいますし、もっと抑えてる方もいると思うし、無課金でやってる人もいると思うんですけども、まあ、レイマルの中では、まあ、約1年半で、まあ、88万、約90万ですね。100万いかないぐらい。90万円の課金をゲームにしているとは、まあ、子供の頃はね、大人になってそんな課金してるとは思わなかったんですけど、まあ、1年半で90万でしょ。まあ、12ヶ月足す6ヶ月で、まあ、18ヶ月。18ヶ月のうちに90万なんで、まあ、90割る18したら、まあ、約月5万円課金してるという計算になってるね。多いな。多いな、そう考えたら。あ、まあまあまあ、レイマルまあ、社会人今2年目で、まあ、1年目になってからちょっと課金額が増えたっていうか、まあ、AD イベントを走るようになってから、まあ、課金額が増えたっていうのもあるし、まあ、その前にも普通にガチャ楽しみながら引いたっていう時もあるので、まあ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 、皆さんいかがでしょうか。まあ、レイマルはね、約90万円の課金をしてるということで、まあ、ほとんどまあ、AD イベントほとんど最近の話ですね。まあ、そっからちょっと課金額が、まあ、一気に課金する額が天井までとか、っていうのが、まあ、ちょっと増えたのかなって思いますね。正直もっと課金したいって気持ちと抑えたいって気持ちのこの二律背反、アビバレント、アッパーっていう感じの感情なので、まあまあまあって感じやね、正直。まあまあまあ。まあでも課金してみんなと、まあ、配信でね、ガチャ引いたりだとか、まあ、課金して頑張ったりするのはね、普通にこのガチャを引く瞬間が楽しいから課金する。まあ、そのガチャを引いてる数十分に、まあ、お金をかけてるっていうのもね、その楽しみの一つ、あのエンターテインメントコンテンツの楽しみの一つだと思うので、まあ、まあ僕はね、そんなにこんなに課金してやばい、もうなんか後悔してるなとか、まあ、そういうわけではなくて、まあ、シンプルにちょっと多いなっていう感じ、うん、落ち込んでるとかそんなんじゃない、うん、なのでまあこれからもね、エールイベントは走るときはまあ課金するし、抑えるとこ今はガチ緊張やねんけど、まあ私生活も含めてね、ちょっと今私生活がちょっとね、まあ、引っ越しもあってピンチなので、今ちょっと抑えてるって感じなんですけども、ちょっとね、余裕があったら元ガチャ動画とかもね、出せたらなと思ってるから、ちょっとね、この期間ガチャ動画とか出せれへんのは申し訳ないなって思うんだけど、ということでね、ちょっとボックス紹介行きましょう。画面切り替えます。で、レイマルさっき数えてんけど、まあ、このボックス、まあ、SSR のみですね。SSR のみ。SSR の数が、1面、2面、3面、4面、5面、6面、7面、8面、9面。9面と、2列と5枚なので、まあ、かけて347枚の、SSR の新カードがございました。まあ、これが、まあ、当たってるのか当たってないのかがわかんないですけど、約90万円の課金で。うん。まあ、もっとね、あるよっていう方とか、課金これぐらいしてますとか、言える方はね、ぜひね、コメント欄にね、参考として、コメントしていただけると、リスナーの参考になると思いますので、よろしくお願いいたします。僕はね、無課金でこれぐらい集まってますよっていう方もね、ぜひね、コメントしていただけると、までチェックしますので、よろしくお願いいたします。こっからはですね、ちょっとボックス紹介になるので、まあ、課金額気になって、それ以上ボックスも見たいよっていう方はね、まだまだ引き続き見てください。新カードをね、音楽に合わせて紹介していきますので、それでは、VTR、どうぞ。
はい、ということでちょっとね、音楽に合わせてちょっと紹介したと思うんですけども、いやまあこんだけ、まあ1枚目のフォトだけでもこんだけ見れるっていうのはまあすごくなんか楽しいよね。うん。本日の動画以上となるんですけども、いかがだったでしょうか。面白いなとか、気になるなとか、課金額そんなしてるんや、うわすげえな、応援しようって思ってくれた方はね、ぜひねチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いいたします。ぜひねコメントもお待ちしております。なので課金額100万円突破〇〇とかもね、ちょっと考えてますので、アイディアある方ね、ぜひねコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。ということで、動画開いてくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。